チャース。はい、おはようございます。こんにちは。海だな。でも寒いね。寒い時期にこの短パンサンダルできついね。で、今日はこれです。金属探知機降りないね。いや、もうこれのね、お金を稼ぐまでやめられないって言ったから。今日はどこですか。ここは四季海岸。どこですか。ウィッキーは最高。ウィッキー最高。まあ何が取れるか、まあ、やっていきますか。サミンでちゃちゃっと。前回は超えたい。何かしらちょっと価値のあるもの1個でもね、取れればやっていきましょう。レッツトレジャーハントです。インディジョーンズ。トゥ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 。日が出てるけど海沿い超寒いよ。フレーバー、フレーバー、フレーバー、フレーバー。ボールを踏む。何が飛ぶかな、何が出るかな。うん、嘘つくじゃん。絶対死。一発目からガラス。いや、金じゃないだろこれ。あ、1円それ1って書いてある。1ってほら、ほんとだ。うわ、もうボロボロじゃね。これこんな1円見たことないんだけど。ほんとだ。初のでもお金ゲットじゃん。一発目からこの間の更新したか。更新した。いきなりもうやったな。いいね、幸先いいじゃん。ちゃんと価値のあるものだった。タブだ。今日もグリーンビーチ活動だ。いやでももう1円。あら。本当や。何それ。なんかノコギリっぽいやつ。何それ。あ、あれじゃない？あのトングの先っちょ。ああ。折れたみたいな感じじゃない？ゴミ拾って帰れ。まだあんの？でも弱い。どこだい？こんなちっちゃいのも取れんの？すごっ。何それ？分かんない。ロケット花火の先っちょ？鉄じゃないわよ、ロケット花火の先っちょ。分かんないけど。ペットゴミです。あ、でもなんかそんなちっちゃいのも反応するのすごいな。もしもチップス。なんかここゴロゴロ石が多いな。ごめん、話しかねえで。お前何また拾ってんだよ。ちゃんとゴミ拾ってるんですよ、私。いいよね、グリーンベンチに。なんて言ってんの。グリーンベンチって言った。なんか人が座りそうなさ雰囲気。ほら、ちょっとああいうちょっと人がさ、作った人工物の周りとか絶対落ちてる。誰が作ったの。最低だろ、お前。ケンケンパじゃねえよ。いや、待って、砂の中めっちゃあったかい。砂の中めっちゃあったかい、これねえな、この人んちは。なんかでも、あれだね、この間のさ、由比ヶ浜とか、あの材木座あたりよりなんかゴミは少ないね。やっぱ人が少ないのかな。いる人わしゃ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 。あ、何それ。これ10円玉ですね、兄貴。マジ。うわ、本当だ。これ10円玉ですね。ゲット、お金ゲット。11円だぜ今日。もうすでにやば。一等がゴミ。やば、11円ゲットや。やべ、これ最先いいぞ今日マジで。だってこれさ、1.500円とかでしょ。まあお札はできないできないでしょ。お札をちょっとお願いしたいんだけど。いや、お札はちょっとさ判別できるもんじゃない。いや、やっぱ落ちてるもんだね、お金ね。
悪いんだよ。今日幸先いいな、景色もいいし、ここ人も少ないしね。気のせいだと思いたい。あ、どこ？いいよ。これです。何これ？ゴミじゃないですか。蓋？蓋とかじゃない。ただのゴミだ。マシマチェックス。じゃないぞ。中国語？ほら。大丈夫なの？この後ろってミサイルとかじゃない？これこんな安っぽいミサイルだったら日本は腹で笑う。石鹸。海水に浸って作れない石鹸って何？釘連打がないもんだって。ね。どこ？これか。うん。キャップ。ボトルのキャップ。ゲット。ゲット。出ますか。ちょっと吸ってみてそれ。ソロだから。いやいやあのドトンしてるかもしんないじゃん。ドトンをね。下にいるの人が。そういやかもしんないじゃん。いやドトンしてるとしても吸ってみたらわかるじゃん。いやゴミなんでね。ドトンしてなかった。ドトンしてたら下のやつ死んでるもん。ちゃんとゴミは持ち帰りましょうね。こんなのも反応か。アルミのプロでしょ。あオールメタルにしてるからそうかもしれない。ね、兄貴どれどれ、お？はい、六角です。六角です。工具しかも結構綺麗に形残ってたね。ね、錆びてるけどまだまだ使えそうです。人工物がありますよ、兄貴。何これ、隕石でも落ちた。違う、ドトンドトンの帰り。ゴミやん、もう掘る前からゴミやん。しかも結構わりかし新しいゴミ。ダメですよ、ゴミはちゃんと持ち帰ってください。反応しない、これプルタブだよね。あ、した。ゴミをさ、目視で見つけるな。目視で確認するあれじゃねえから、今日。ガスが入ってるし。え、マジで綺麗、この海岸。ね。このせいだと思いたい。このせいだと思いたい。なんか、反応銃じゃん。あ、これだ。何や、これ。それでですか。これです。よくわかんない鉄のゴミ。ゴミだね、でも。まあ、確かにアルミ缶っぽい。ね。ゲット。それはもうご想像にお任せします。大きいよ。ここでも反応するし。ハート出てきた。これ？ハート出てきた。かわいいんだから。プリキュアが落としたのかな。ネックレス？もうちょっと後で見てみよう。もうちょっと重いじゃん。で違う、多分そこに盛り上がっちゃった。お、え、お、十分、うわ、しかも綺麗、割と。やば、今日ゲットやん。十円、21円とペンダントトップ今。額が。
いや、地道なさ、あれよ、これは。いや、これが家の目の前だとかだったら全然あり。あり。まあ、交通費とか合わせたら赤字だけど。やればやるほど赤字になるね、これ。結構強い。バイチャンス？うん。これ石だな。え？これ？え？あの石の割には重いか。な、何これ？え？何？分かんだ。わりかし重いのよ。うわ、普通に重いじゃん。なんだろう、なんか足っぽいよねこれね。テントとかの器具のパイプがバーンと出て足っぽいよ。だいぶ重いけどね、うん、あとでちょっとなんか洗ってみて、ちょっと見てみる、うん、まあ、とりあえずゲット。重っ。一番重いね、それ。やっぱ人が通るところの方があるなんですね、山側の方が。ペグへぇ。釘出てきたぞ。これ負の連鎖だぞ。負の連鎖だよ。釘とペグはボルト出ました。負の連鎖、ボルト、負の連鎖。あ、綺麗な釘、綺麗な釘、綺麗な釘。いや、やばいぞこの連鎖。終了です。打ちた釘。釘の連鎖が始まった。スコップ探検隊。発見。打ちた釘。俺らのどんぐり身につけた。金のプルタブ。それだね。もう言わない。いつものやつ。持ってんじゃねえかよ。お前マジじゃんかよ。いつものやつ。ほらほら、あった、はい、あった、あった、あった、はい、ダメやでな、ほら、あった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 。もしもチップス。ここ、海の家が建ってんのかな、ここ。かもね、だってすげえあるよ。え？え？あるはずだ。すげえの来たじゃん。すげえでけえペグ出てきたやん。めっちゃでけえペグ。なんなら現役だよ、まずね。あ、反応しない、これじゃない。ほっせえ釘。はい、これ、はい、ビーフ。綺麗なビーフ。綺麗なビーフですね。最近のですね。ダメだよ、みんな。危ないからね、裸足で歩くのに、こういうビスとか落ちてたら。お、なんか当たった。めっちゃでけえ、なにこれ。あれじゃねえ、これ、あの輪止めみたいな感じで、これ、挟むやつ。あ、シャックル的な感じ。そう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 。気持ち一発。まあ、じゃあとりあえず一旦場所移動しますか。なあ。なる。はい、朽ちた鉄。お疲れ様でした。そうです。一色海岸の成果を発表したいと思います。ごめん。大量の朽ちた釘と、まあ、ペグとかでですね、まあ、工具だったり。すごいです。で、今回やっと2回目にして価値のあるものを見つけましたね。なんだいそれは。1円、10円玉2枚、21円。ででーん。そしてまあ価値があるか分かんないけど、ペンダントトップ、まあ、まあ見ても、まあ18金とかそういう刻印がないから、ただのメッキ
まあ一応ね、このお金と、まあ、このベンダントトップ交番の方に届けて、うん、終わりたいと思いますけど、はい、うん、しっかり届けます。今日の成果は21円とゴミでした。じゃあ今日は一色海岸でトレジャーハントしてみたでした。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。